おもみちゃん、ちょっと待って待って、水浴びするの？ねえ、水浴びするの？うん、どうぞどうぞ。よいしょ。園内の樹木の状態を診断中。患者さんこちらですか？そうですね。木に体調不良の元気かなとか、あの枝危ないなとか、そういう視点でやっぱ見てしまいますね。次に診断を行う。ちょっと狭いね、これ。プールが狭くなってきちゃったね。